第2週金星ラン第6回第7回予告ですお気軽にコメントくださいね9歳になった万太郎は当主としての期待を一身に背負っていた町人ながら武家の子らが通う学問所への入学も許されたが野山の草花に夢中な万太郎は気が進まない祖母の滝 松坂慶子に引きずられようやく学問所に向かうも門前で謎の男寺脇康文に水をかけられ教室では雰囲気に馴染めずしまいには武家の子らに目をつけられてしまう「どうする万太郎」第7回金華青蘭予告です。入学初日から,武家の子らに いじめられた太郎は授業を放棄して帰ろうとする門前で謎の男寺脇康文に「今こそ変わる時だ」と声をかけられ心がざわつくのだった一方姉の綾は酒造りへの興味が抑えられず当主だけが受け継ぐことのできる帳面を読みふけっているところを「滝松坂慶子」に見つかってしまう